はい、こんにちは。松尾酒造のこれ知ってます。今日も始まりたいと思いますけどね、今日はですね、原価に比べてね、仕入れというか、作った原価に比べて値段が大きく上乗せされているものですね、例えなんです。これちょっとアメリカが基本らしいですけどね、例えばですけど、カット野菜ね、カットした野菜とか売ってますよね。あれは結構高いらしいですね。そのカットをしてる手間っていうのがあるんで、やっぱり原価よりも何十パー、50パーぐらい上乗せされていると。それからホテルの映画配信料、ホテルとかで映画見れますよね。あれも高い、原価がほとんど中にかかわらずね、もう 200% ぐらい上乗せされていると。それからグリーティングカード見ることありますけどね、あれも結構原価から上乗せされて売ってるそうですね。それからホテル、それから居酒屋さんとかの、そのドリンクね、ワイン、これもね、高いらしいですよ。もう高いというのは原価に比べてね、上乗せしているということですね。それから外で飲むコーヒー、これもほとんど家で飲んだらね、もうビビったらもう分かりますけど、それが外で飲むとね、300、400円します。これもかなり300上乗せされてます。それからホテルのミニバー、これも高いです。上乗せされてますね。それ以上に上乗せされてるのはね、薬、ブランドの薬ね、これも結構高いらしいですね、上乗せされてある。それからね、これ面白い、映画館のポップコーン、映画館はポップコーンで儲けてるんちゃうかっていうぐらい、ポップコーンの限界比率から上乗せされてるらしいですね。だから映画館で、ね、なんかポップコーン食べなあかんように思っちゃいますけど、あれは戦略ですよ。あれごっつい儲かってるんですよ。いいですけどね、それは。それからペットボトルの水、これもね、原価から考えたらめちゃくちゃ安いらしいですよ、ペットボトルの。水、それからコーヒー、お茶、この辺はもう原価から考えて安いですからね。でね、一番、日本ではね、あれ、ショートメッセージ、メールのね、ただですけど、海外とか行ったら結構こう有料の、これが、日本ではただできるもの、海外で行ったらお金かかるわけですから、ショートメッセージいうのは結構お金ね、国内ではかかりませんけど、海外ではぼったくってる。そうです、ぼったくってるって言い方ですけどね。松尾酒造、これ知ってます？原価に比べて値段が高いものの、紹介でございました。松尾酒造でございました。ありがとうございます。